どうも、エルザです。ラストオブアスパート2やっていきたいと思いまーす。んじゃあ、水族館目指そっか。こっちはまだ行ったことないか。手伝い。ほら、いいよ。こういう時って男性先なんだろうかね。引き上げる力のことを考えると。OK。残されたフォードリスクも結構でかいじゃん。ありがとう。リーナに言ったのか。水族館にトミー探しに行くこと？それともあんたが違う。あ、そういえば気づいてることは言わなかったね。水族館が拠点？多分違うと思う。アビーの隠れ家だってノラが言ってた。動機は聞き出せたのか？うん。ジョエルは、ファイアフライと対立してたの。元ファイアフライとね。対立ってどんな？ジョエルは元密輸業者でさ、密輸品の扱いで奴らと揉めて争いになって死人が出た。その復讐でしょ。そうか。それ聞いて気持ちは？変わらない。一つはっきりさせず、トミーを見つけたら帰るんだよな。うん。残りの奴らは見逃すことになる。リーナを連れて帰らなきゃ。よし、分かった。その決心が揺らがないことを。あ、帰る。牛ガエルかな。いや、でももうじゃなかったもんな。月光だったもんな。典型的なカエルやったわ。とりあえず物資は探しながら行こうかな。不穏な音楽流れるけどね。くそ、いけない。コンベンションセンター通れるか。コンベンションセンターか。うわ、これ絶対なんかいるだろう。あー、矢が作れない。テープをください。テープを。開かない。二人なら開けれるんじゃない。まあ待って待って、矢を作るためにちょっとテープを探したい。これで3本作れるのやっぱ強化してて正解だったわ。んじゃあこっちかな。あいつらまたジャクソンに戻ってくるかな。どうして？俺たち大勢殺してきただろ、奴らの街で。こっちだって殺された。アビーたちもジョエルに復讐しに来たんじゃなかったか。ここはジャクソンとは違う。ジョエルとトミーはアビーを助けたけど、奴らは手当たり次第殺してる。出会い頭に撃たれたでしょ。ああ、だな。ああ、でも確かにもう分かった時点で手当たり次第だったね。さあ、サイレント強化。もうステルス系をやっていかないとね。ねえ、ライフを取る感じかな。爆発矢をね、まだ使い切れてないから。リーナはいつ倒れた？ 2,3 日前かな。ここに着いた時、ウルフをぶっ殺したんだけど、しかも大勢。なるほどな、凶暴だし。
さて、カード。カード結構手に入るね。アイリス・オカンポ。なんか、マーベラスにいそうな感じだね。じゃあちょっと武器の改造久しぶりにしますか。弓は最高。あーでも60しかねえのか。安定性上げればもっと当てれるか。あのサイレンサーで、あ、はいはいはい、グリップ削って、握りやすくしたわけね。さあ久しぶりの強化。そうなんだよね、今回あまり強化をすることがなくて、武器の強化しないんだよな。まあ入れない。パーツ発見。そこ通れるね。光が差してるから誰かいるのか、それともただ電気が通っているだけなのか。いやー、それにしてもなんかあれだね、アビーたち、まあ、最初山小屋にいた敵対グループにガンガン合いそうな感じだね。手伝い。はいはい。こっち。ディーナのやつ、なんで黙ってたんだ、日清のこと。ほら、あ、きっとディーナは落ち着いてから。他の部隊との合流が進んだら、アイザック。この間は、この間のようにならない。右側行きたい気はするけど。1,2,3、3人いるね。違う。あっぶなー。あの二人でいるのが厄介だな。大丈夫大丈夫、いけるいける。焦るわー。でこれで攻撃するとさらにだから、もうちょい待とう。奥の3人がどっか行ったらだね。左側1枚まだいる。
で撃たなかった今。痛いね。おお、ナイス。ちょっと待ってね。ちょっと待った、どこ行ってにゃる。痛いなもう。ねえ、まだいるんでしょう。はい、お疲れさーん。レンが強いな。大変やったのやつら、かなり凶暴だな。カルト集団と争ってるらしいよ。俺は聞いた。セラファインだな、セラファイトってやつらだ。スカーって呼ばれてたけどね。出くわしセラファイトね。ラッキーだね。ああ、じゃあセラファイトってあの場所じゃなくてタイトルなんだ。おお、回ってきたね。漫画だらけだね。待った、ここ何なんだろう。ハマってるオタクたちの集会所ってとこか。ほら、お前みたいな。ああ、生まれる時代間違えた。コミック2013エキスポって書いてあったね。あんましね、好きじゃないんだよな、ジェシー。なんかね、あの、いちいち食ってかかってくる感じが。いや、その偉そうな感じ直さない限りはね。そのイケス感感じを。このお観覧車。ここやばそうだね。左パーキングエリアが。トミーもそこにいるといい。いやー、トミー生きてるといいな。せめてね、ジョエルは泳いでいけってか。残念だったけど届かない。いやー、川で泳ぐの好きだったけどな。今泳げって言われたら泳げるんだろうか。余計な心配やけんね。どこ行く。これは関係ない。ちょっと待って。いや、声はするんだけど、どこ？いた。やべ、変えてなかった。
通常屋のつもりだったわ。ストーカーね。任せるぞ。よし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 。下がって正解。うん、そのはず。え、もういない。そんなはずないやろ。じゃあちょっと探索タイム入ろっか。爆発矢はテープがないから作れない。でもそうか、今回なんでこんなにサイレンサーとかあんのかなと思ったら、圧倒的に矢が作れないからなんだね。やっぱ強すぎるんだ武器が。そっちは、邪魔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 。これか。まだ来るぞ。ストーカーさん。はい。はい。はい、避けて刺す。怖。まあ、来たけど。多分このメモだけかな。上行けなさそうだしね。よし、片付いた。ここは行き止まり。来い。そうだね。そうみたいだね。ほぼ同じこと言ってたな。あー出てきた。まあ特になしって感じだね。こっち。単純に消費したなーって感じだったなー。見えない。おお、鉄パイプ隠しアイテムみたいな感じであるけど、普通の鉄パイプなんだよな。うん、こっちはなしか。ね、上から行けると。行き止まり。もう行き止まりだね。ああ、こっちからも来れたってことだね。そう。で、これを登る感じか。あそこ通れるか。どれどれ。あーで、こっちは先にエリーからなんだ。順番は特にないのかな。言ってくれれば一緒に出たの。うん、ごめん、反対するって思ったから。ジョエルのためだ。あんな仕打ち許されない。反対するかよ。まあね、一方に対しては敵対してても、もう片方にはヒーロー的な存在だからね。確
に、まあ顔はイケてるけど、でもタイプじゃないし。アジア人。そう、ちゃんね、そういう意味じゃない。あ、アジア人なんだ。あー、突っ込んできてますな。最悪だな。子供のエリアにキノコ描くか。昔はキノコにヤバいイメージなんてなかったんでしょ。ああ、まあそうかもな。むしろ大きくなってジャンプ力高くなるよ。これだけでわかるもんね、キノコでその発言すればね。宇宙戦隊が戦う話なんだけど。ゴースト？エイリアンなの。そういうのいかにも好きそうだな。まあね、そういう自分は。ああ、子供向けのは一冊しかなくてさ、根っこのことは、子供とか村を守るため森になるって感じ。へえ。飽きないようにお袋がいつも結末を変えてさ。ある時は男の子が村を見捨てちゃってさ、後味悪かったぜ。うわ、でもいいお母さんだね。だろ、最高だよ。赤ん坊のこと聞いたら飛び上がって喜ぶ。だね、間違いない。なんか嫌だな、ジェシーのそういう話をするっていうのがフラグでしかないんだけど。ここやばすぎ。スカーか。血が乾いてない。通りに戻ろう。だね。ってことは最近か。あっち。あ、降りてそこから行けるな。まあ、こんなもんか。とりあえず言われた通り通り出ようか。休憩ポイント的な感じかな。変えといて。よし、抜けた。行こうか。そっちは戻るんだね。生存者がいないか見てきて。スカーか。いや、ウルフだね。いい子だね。裏ボタンはまだが、準備はできた。ひどいやろ。ボートで戻ってくると大変かも。海岸や一番の近くに。どうせみんな行くんだ。好きなの。ブラボーはさっきのやつらか。ミスったねー、もったいねー今の。ちょっと精度が上がった分銃の方が強いなー。あー、またまた犬。
で、こうなると、ワンコ部隊が近づいてこねえか。そこにいるのは一体誰だ。参加しろ、行くぞ。犬が何か見つけた。何の匂いだ。まあ、こんだけ減れば。もうバレてもっていう気はするね。ちょっとね、珍しくリピーター使わせてもらおうかな。さあ、ゲット。上に外したー。でオッケーかな。最後だよ。最後だと思う。こっちに比べりゃジャクソンが天国だ。言えてる。正解。壊れないから入れないね。ここも登れない。なあ、あの橋って場所確認しないか。うん、そうしよう。そうだね、場所の確認ぐらいなら。でもな、人影が見えたら絶対狙われるよね。タビーが水族館選ぶわけだよ。こんだけ生きにくけりゃな。かもね。まあただいるとは限らないからね。はい、イジロー。いや、足りねえな。あとはショットガン。あ、無理。無理だ。強化できない。なかなかああいうポジションないんだけどな、武器強化の。もうここで出るってことは、一時ないって言われてるようなもんだからね。10だけどこれじゃ足りないね。こっちも特にか。ん？これ降りていいのかな？降りて。結局回ってで切っただけだね。どうやっていくの？これは上がって上がって
さらに上がって、あ、これか。上がり上がりの戻れないね。うわー敵出てくるんだろうな。いやまだ遠いな。おいマジかよ、どうやってこれ渡れってんだ。あの道から行く。かなり遠いけど。あれ借りてくか。うん、あーボートね。ありだね。行くぞ、こっちだ。よし、そしたら一旦ここまでにしようか。さらにボート盗んで一気に話が進みそうなんで。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。まあこっからまた敵がたくさん出そうだね。まあ仕方ないんだけどね。で、そうだね、また次回やっていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。ノーカット版の方はメンバー限定でやってます。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。